でみんな息吸うときに緊張するんですよね。だから基本的に格闘技でもパンチ打つとか、息吸った瞬間にボディ食らわすともう息できへんなるとかあるんですけど、達人になるとそれがちょっとガラッと変わってくる。息吸いながら脱力できるのが達人です。本当の達人は吸うときにも脱力できるんです。みんな吐くときにリラックスするっていうんですよね。それはまあ当たり前の現象で、吐くときに副交感神経も優位になるからってことでね、脱力意識も脱力しやすいんだけど、それは当たり前。武術的には吸ったときにも脱力、吸ってて緊張してたから、吸うときに反射的な緊張が起きるので、いかに吸いながら緩めるかのための訓練だ。これ緩めるともっと吸えるじゃないですか。物入るってなるんですよ。緩めたらもっと入るってなるんですよ。これでどんどん使える箇所を増やしていく。腰まで息入れれば横隔膜が関与してますね。横隔膜を使って、今のは肋骨だけで言ったんだけど、横隔膜を動かしてば腹圧降りるやんか、うん、でみんな横隔膜も前しか降りなくて後ろが降りないんですよ、はい、なので腹だけ膨らむなんですけど、よく呼吸できてる人ほど腰の方の横隔膜も降りるんですね。そうすると腰も膨らむでしょ。腰が内側からこれほぐされるんですよ。横隔膜を使った呼吸の場合は腰まで膨らみますね。決して酸素が入ってるんじゃなくて、横隔膜が動いて結果腹圧が変化して膨らんでるっていう感じですね。だから武術的に言ったら、この前側って動いたらバレるんですよね。なのでいかに後ろ使えるかなんですよね。背中、あんなで呼吸が入る、腰も呼吸入れたら、そこから力出せたらバレない。目で見れないじゃないですか。これ見えるんですね。だから視覚意識頼りすぎてる、ね、今の人ね、視覚意識頼れない。呼気と吸気で体緩められるようになったら、息をしてたら身体開発です。これが生きるほどに楽になるっていう僕のメインのコンセプト。生きるほどに楽になる、息するほどに楽になるという、そう、それを目指して歩きを、ね、今を例出して6000回目を生んでるのかなっていう、2万回から3万回やってるんだから、それが状態良くなったらさ、やばい。逆に2万回先輩さんが悪いものをやってたらね、何やっても良くならないんで、呼吸法とか入るよりもちゃんと動く体を作って、呼吸できる体を作るってとこ、そのため絶対必要。これこの辺で呼吸が入ったらめっちゃ気持ちいい。でもたまらない。だから呼吸といえばもうラジオ体操のイメージから、こうやって息吸って、はい、こんなイメージでしょ。もうこれがアウト。こんなん昔の日本人やってなかったっす。息吸う時になんでこんなことするの。だから胸開く時は息吸う、吐く時はもう、これ今イメージとして分かりやすいよね。これはもう全然浅い段階の体のレベルの話です。達人になったら体の形関係なく息吸えるし、だって背中でも吸える。この前側と同じ、それ以上に腰使えるからですね。肩甲骨も後ろにあるし、寝ないところにあるし、あれ一回やったら二日酔い一発で消えますね。そうそうそう。横隔膜を上下に動くようになると二日酔い冷ませるんですよ。スタミナ走ったりとかね、なんで有酸素運動ですか。もちろんスタミナつけるのも有効なんですけど、やっぱ呼吸ですね、一番ね。呼吸力を普通に戻すってことですね。江戸時代の人はもうおそらくというか間違いなくこういう呼吸できてたと思うんで、じゃないと生きていけないよね。あんなめちゃくちゃ体力使う時代ですから、ギャップとかいう発想生まれるんですよ。グランブルスパークで走って届けました。おもりはこれで分かってくるでしょ。ここ僧帽筋が硬いの、肩こりの原因が肋骨動いてないのか。動いてないというのは呼吸で動いてないってことです。特に肋骨の一番って言われて、あ、ここやなってそれ分かるようになったらもう気持ちよ。この下に肋骨一番があると、それが呼吸で膨らむと中から僧帽筋を押すので僧帽筋が緩むと、みんな肩こりが完全に消えるんですよ。息をしたら肩こりが消える。これがこんだけこう動けたらめっちゃ動くようになるよって。寝技めっちゃ得意だからね。蛇抑えられへんじゃないですか。蛇みたいになるからグニャグニャしてるもんって抑えれないんですよね。だから寝技強くなるね、いかにグニャグニャの体体幹をするかです。ヒクサムレーシーってね、体幹の全盛期でグニャグニャに動いたんですよね。だから強かったんです。すごいおさんでもっとすごいほんまにテレビ番組でアナコンダに首絞められてはったからね。ムシムシって言ってたよ。いやすいですけど、いやすごい力ですね。何がね、ムシムシって言ってたよ。これで5分くらい入ってはってまだ見にくいです。ほんで取れてからコメント、いやーすごい力ですねー。そうですね、ミシミシって言ったんですね。あとヒョードルの前世紀とか、あれはすごかったんです。あの人投げられてさ、蹴
的に出る前に投げられてこんなとこから落ちた時あったでしょ、はい、あれ普通死ぬやんか。でも全然平気だった。そっから動いてたからです。知ってる。だってトラとかジャガーとかとあの人普通にこうじゃれ合うねんで、ジャガーは別に食うつもりないけどこうここ噛みついてこいとしたらとっさにこうかわす映像とかあれ残ってすごいね。あれ格闘家みたいでジャガーがこう来る時にリュウッとすごいねほんまに。武術家以上よ。最後までご覧いただきありがとうございます。今日の動画を見て何か少しでも役に立ったとか面白かったとかありましたらぜひいいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さらにお得な情報満載ですのでコシノオジ LINE アット、メルマガ登録ぜひよろしくお願いいたします。